小丸川発電所と小丸川発電所は宮崎県小湯群基上町に建設された発電所。九州電力の溶水式水力発電所で小丸川水系に属する。大瀬内ダム並びにかなすみ、ダムによって上池を石川内ダムによって下池を形成し、水を往来させ、最大120万キロワットの電力を発生する。小丸川水系は、 宮崎県中部を流域とする一級水系である。その本側に指定一級河川、小丸川の中流部、宮崎県小湯郡機上町大浅石川地に石川地ダムが建設され、小丸川発電所の会計を形成している。石川地ダムは高さ47.5メートルの重力式コンクリートダムで、九州電力が管理する発電専用ダムである。河川流量が大きいことから、 大型の洪水破棄を4門装備。油圧シリンダー式の水門批は日本最大である。対する植池となるのは石川内ダムの下流で小丸川に合流する支流大瀬内谷川の上流部に建設された大瀬内ダム。植池への自然流入はほとんどなく蓄えた水のほとんどを石川内ダム湖より汲み上げた水が占める。これは 小丸川発電所の持つ巡洋水という特徴を示すものである。大瀬内ダムは高さ65.5メートルのロックフィルダムで防水のため表面をアスファルトで舗装した全面表面遮水壁型ロックフィルダム、アスファルトフェイシングフィルダムである。アスファルト舗装はダム本体だけにとどまらない。ダム周辺が水はけの良い地質であるため、蓄えた水が浸透流出しないよう。 固定となる部分には一面にわたってアスファルト舗装をしている。その結果、舗装層面積は30万平方メートルとなり、思考例としては日本一の規模。また、ダム湖の右岸側には谷部があり、これを塞ぐための副ダムとしてかなすみ、ダムを設けた。高さ42.5メートル、形式は大瀬内ダムと同一で、共に九州電力が管理する発電線用ダムである。 これら二つのダム湖は地下を貫通するトンネル水路によって結ばれており、その中間に発電所がある。人工の地下空間に四台の水車発電機を設置し、最大120万キロワットの電力を発生する予定。水車発電機は1号機及び4号機が日立製、2号機及び3号機が三菱製である。発電機と電動機、 モーター等を兼ねる発電電動機と発電用水車とポンプ等を兼ねるポンプ水車から構成される。有効落差は646.2メートル。最大使用水量は毎秒222立方メートルであり、最大出力運転を7時間継続できるよう、上池、下池の容量、有効貯水容量を共に560万立方メートルと等しく設計され、電動機指導には、 サイリスタ指導方式を採用。回転速度は600ミンと溶水機としては高速で、これを基準にプラスマイナス24ミンの範囲で回転速度を増減できる可変速溶水発電システムを導入している。これにより溶水運転時の消費電力を細かく調整することができ、深夜時間帯における電力系統の安定化に大きく寄与する。同システムは東京電力 八木沢発電所で初めて実用化されて、以来、電力会社各社が溶水発電所に導入しているもので、九州電力も今回の小丸川発電所新設に当たり初めて導入した。発生した電力は22万ボルトに昇圧され、直接非無可変電所を介し、九州の送電線網に接続している。かつては電力は五十万ボルトという高い電圧に昇圧され、 送電線、小丸川幹線を通じ、発電所から宮崎変電所まで延長、渡る町にして 46km で、鉄道数は100基にわたる送電線が存在していたが、非無可変電所の建設に伴い、ループ系統を構成する送電線は、電源線の対象外という電源線症例に伴い、小丸川発電所の非電源線とされた。現在、 小丸川幹線は、日向変電所と接続され、建設中の日向幹線、日向変電所東九州変電所間の管制をもって、九州を一円に囲む50万ボルトのループ幹線の一部に組み込まれる。小丸川幹線の付設にあたっては、経路上に九州中央山地国定公園があり、山間部において高屋、カモシカ、 山椒魚など多くの野生動物の生活が脅かされることのないよう、また、人家の多い平野部においても景観が破壊されることのないよう、不設ルートを何通りにも検討し、最適な経路を導き出した。このほか、鉄塔の位置を細かく見直したり、鉄塔や外資を風景に溶け込ませる、用途装飾を工夫したり、野生動物の繁殖期間中は建設工事を、 休止するなど徹底した環境への配慮がなされた。これにより将来計画されている、綾野の商用樹林の世界遺産登録にも影響を及ぼさないという。九州において、電気事業を営む九州電力は、戦後の電力会社再編成により日本発送電が分社化され発足した。九州の電力需要は、経済発展とともに増大し、また、 昼夜間の格差が広がっていった。九州電力は増大する。電力需要に対しては、火力、原子力発電所の増設によって、また、昼夜間の電力需要の格差に対しては、用水発電によって対応してきた。九州における用水発電は1961年、昭和36年完成の諸塚発電所が、初見である。日本の用水発電所としては、 比較的初期のもので、その最大出力は5万キロワットであった。その10倍となる最大出力50万キロワットの大平発電所が1975年、昭和50年に運転開始。1986年、昭和61年には最大出力60万キロワットの天山発電所が運転開始した。これにより、 九州電力の全供給力のうち揚水発電が占める割合は5%となったが、同社が目標とする10%には及ばない。同社は発電設備や送電線の事故など、緊急時における電力系統の信頼性強化のため、次なる揚水発電所、小丸川発電所建設計画を推進。3カ所の季節用水発電所出力の合計115万キロワットを上回る。 最大出力120万キロワットで計画された。建設工事は1999年、平成11年2月に着工。設置を予定している水車発電機は4台で、そのうちの1台、4号機が先駆けて、据え付けを完了。2007年、平成19年7月10日より営業運転に入った。その後も、 水車発電機の据え付け工事は続けられ、2009年、平成21年1月22日に3号機が、2010年、平成22年7月2日に1号機が、2011年、平成23年7月6日に2号機が運転を開始している。これらと並行して、石川内ダムからの河川二次放流水を利用した水力発電所、お鈴発電所の建設も進められた。 2006年、平成18年12月に着工し、2009年3月12日に運転を開始。最大3 3 0ットの電力を発生できる、同発電所は、九州電力所有ダムの河川維持、放流発電所として大淀川第二発電所5号機、6 0 0ット及び塚原発電所5機、4 9 0ットに続いて3例目となり、 電気事業者による、新エネルギー等の利用に関する特別措置法、RPS 法の対象としても近く認定される、見通しである。宮崎県の海岸線を南北に縦断する国道10号から、高鍋町小口交差点より、宮崎県道19号石河内高城高鍋線が、分岐している。小丸川を上流に向かって進み、小丸川帝国を過ぎるとやがて石河内ダムである。 石川地ダムのすぐ上流には、戸崎ダムが、下流には、川原ダム、別名、浜口ダムがある。これらはいずれも九州電力の発電用ダムである。県道19号は、戸崎ダムまでは、整備されているが、それより北については、未整備であり、アイロでカーブも多く、かつ落石の危険もあるため注意が必要である。北上すれば小丸川最大規模の松尾ダムを通過し、 東薄木郡三里町に至る。九州電力は、小丸川発電所の広報施設として、ピノッキューパーク、ピノッキューパークを2008年、平成20年7月17日に開館した。発電所のミニチュア模型や各種映画、遊具などを用いて、用水発電の仕組みを解説するもので、団体客限定ではあるが、発電所の見学も受け付けている。なお、宮崎県内には、 九州発の揚水発電所である、諸塚発電所があるほか、一般水力でも神ー葉発電所や、ひとつせ発電所など、著名な水力発電所が多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。